第一種電気工事士筆記試験問題の問七7ですね平成30年の追加問題です図のように定格電圧200ボルト消費電力は 8kW 力率が0.8の遅れの酸素負荷にですね電気を供給する配電線路があるこの配電線路の電力損失これをワットで表しなさいと。 ただし配電線路の電線1線あたりの抵抗は0.1オームとしますと。はい、こういう問題であります。はい、あの、配電線路のね、あの損失ですんで、これは、あの、その事情をかけ R ですな、それで出るわけですね。その、線電流をどういうふうにして出すかと。 いうまああの問題だと思います。えー、第4ですね。非送電力を S キロ VA、それから消費電力をですね P キロワット、えー、力率をですねコサインシータこれ0.8としますとね、えー、P イコール S コサインシータですね。これはもう、えー、公式でね出ます。でこれでですね変形します。S はですね。 えー、P を割ることのコサインシーターということで、えー、10kVA になっていますねこれね、はいえー、1 0ロ v a ですから、えー、総電力はですねルート3倍の EI ということになりますので、えー、I はですね S をルート 3E で割るということになりまして、えー、分子が1万 分母が200ルート3ということで、えー、ルート3分の50アンペアという線電流ですねが出ますさあそれでですね、えー、配線電路の損失 PL はですね、えー、IGOR の3倍ということで、えー、3× けです、ねえー、ルート3分の50の括弧の次乗 ×0.1 と ということで250ワットですね。えー、答えは半になりますな。